した。それではよろしいでしょうか。はい、いいですか、まあ、とりあえず、はい、それでは、はい、中央にご注目ください。お取りいたします。総理は納豆好きね、パパ。はい、大好きですよ。嬉しいわー。ありがとうございました。納豆なんて伸びるんです。すごいすごい、シーズも伸びてます。好感度も伸びてます。好感度も、そうですね、伸びますね。もう一回伸びてもらって、何回でも伸びれる納豆だから、もう一回聞いてください。ネバーだ。大変だ、すごい。ちょっと総理がすっこけたりした方がいい。ちょっとびっくりした。皆様よろしいですか。はい、ありがとうございました。あともう一ついいですか。はいはい、どうぞ。納豆をぜひ混ぜて、かき混ぜて伸ばしていただく。ああ、なるほど。かき混ぜますね。はい、かき混ぜていただいて。かき混ぜて伸びた瞬間に。ああ、いいですね。どーんとこう。ネバーカも伸びるネバーよ。ちょっと苦笑いじゃないですか。そんなことない、いい伸ばし方してますね。皆様よろしいですか。はい、ありがとうございます。はい、ありがとうございます。はい、ありがとうございます。はい、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 ありがとうございました。どうしましょう。座りますか。こちらにパクいただいて。はい、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 すみません。ありがとうございます。よろしくお願いします。よろしくお願いします。よろしくお願いします。はい、はい、ですか。はい、はい。私、全国の東北の美容専門会の東北と申します。改めましてよろしくお願い申し上げます。はい、本日、岸田総理におかれましては、大変にお忙しい中、貴重なお時間を頂戴させていただけたこと、心よりありがたく、熱く御礼を申し上げます。納豆業界は消費者の方の健康志向にも支えられ、全体的には安定的な進捗を見せています。うん、とはいえ、小規模事業者の廃業もまた多く、価格競争の厳しさも増しています。うん、そんな状況の中、私たちは今後納豆の輸出に力点を置いていきたいと考えております。はい、現実に納豆の輸出量は年々増加傾向にあり、そこには希望を感じています。今般、農林水産省の補助金支援を受け、多言語化のホームページ、納豆パワーを立ち上げました。このホームページで、納豆とはどんな食品なのかに加え、機能性、歴史、食べ方などを広め、納豆という食品をグローバル化に向かい、業界一丸となって前進していく所存でございます。はいはい、海外での展示会にもすぐ使える納豆の資料としても有用なものにしてございます。その他にもさまざまな角度から納豆製造者へのサポートを明確に実施していきたいと考えております。岸田総理のプロフィールにお好きな食べ物、納豆と、はい、書いてございます。はい、ありがとうございます。ありがとうございます。納豆色まであります。ありがとうございます。今後とも全国納豆取り組みや連合会を何とぞよろしくお願い申し上げます。はい、私のご挨拶とさせていただきます。ありがとうございます。はい、ありがとうございました。ありがとうございます。ね、今日は、本当に、お忙しい中、官邸までお越しいただきました。ありがとうございました。今会長からご紹介いただいたように、私は食べ物、好きな食べ物の中に必ず納豆を入れるようにしておりますので、小さい頃から本当に誰しと進化、大好きな食べ物の一つです。そして今回全国品評会、はい、あと3年ぶりですか、久しぶりだったと聞きましたが、はい、で開催された、また業界の皆さんに
元気を出していただきたいと思っておりますし、今会長の方から輸出に力を入れると、はい、おっしゃいました、はい、それに関連して言うとこの間連休5月の連休中私はアフリカ、何か所か回ったんですがガーナに行った時に、現地の日本の方が作ったとは言ってましたが納豆出てきました。ですからこれただ現地の日本の方が作ったと言いながらただ現地で作るというのは需要があるからだと思いますので、納豆文化これは日本に日本の大切な食文化ですが結構海外にも可能性があるんじゃないかということも感じますので、ぜひその海外と輸出ということをおっしゃいましたが、その可能性にはぜひ挑戦していただいて、はい、まあ、日本の食文化は今でもなく世界から高く評価して、されていますが、この日本の食文化 この多様性とかこの厚みを増すためにもこの納豆もですね、その大切な食文化をアピールする日本の食文化の一つにしっかりこう加えていただいて、業界の発展につなげていただければと思います。どうぞ頑張ってください。ありがとうございます。頑張ります。もう四大珍味キャビア、フォアグラ、トリュフ、納豆になるようにです納豆は最高のチーズだって思ってもらったら早いかもしれないですね。なるほど、チーズね、はいね、発酵食品って100薬、いや710薬の腸と言われて納豆だけに素晴らしい、本当に思ってる感心してた。いいこと言うな。いや、総理には納豆を食べて粘り腰をつけてもらって、この日本や世界を納豆みたいにこうよく混ぜて絡ませてやって、みんなの力を合わせて伸ばしてほしいでばよ。世界が納豆を作れば。拍手。じゃあこれがですね、2022年の、納豆鑑評会の、日本一になったそうでございます。ぜひ食べていただきたいと思います。鎌倉の納豆鑑評会ですね。これだ、私の感じ。あ、そうですね。これはめっちゃうまい。そうですね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 。めっちゃ美味しくなってるね。デザインもしゃれてていい。はい、これいただいていいですか。はい。はい、ぜひ粘り気を見せいただきたいと思います。はい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 。もう少し上がりますか？粘りはどうでしょう？ありがとうございます。ありがとうございます。ありがとうございました。はい。このまま、歯応えというか、硬さね。はい。これはやっぱり、粒の大きさと、はい、こう硬さ、やっぱこう納豆、まあ、納豆の中にもいろんな味がありますが、はい、そう味考えるときはこの粒の大きさと硬さって大きなポイントです。あ、そうですね。ちょうどやっぱり、はい、粒ですね。納豆、納豆好きだっていうせいか、納豆もいろいろたくさんもらうことが多い。全国納豆、いや大きいのから小さいのからいっぱいありますよね。はい、そうですね。そうそう、はい、あとこの歯ごたえとね。はい、柔らかすぎてもちょっとね、ちょっと変だし。いや、そう、うん、嬉しいです。そうです。この硬さからね。今度は鑑評会の審査員。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 いや、いいかもしれない。最後の勝利方で最終に一杯混ぜとかね、
メモリー系が出ない初めて知ってますいやいや、はい、好きだっていう以上そのぐらいそのぐらいのことは、はい、しょっちゅう、はい、ありがとうございますありがとうございますいろいろとはい、あのやっぱあの今言ったいろんな点を含めて大変あの素晴らしいなと思います、はい、ありがとうございます、はい